里崎チャンネルジョッ、里崎チャンネル、今日は一人、今日は別件でちょっと用事があってですね、一人で来て、来たから動画を撮ろうということで、一人で、今日はやっていきたいと思います。さあ、ということで、2020年プロ野球開幕戦、金土日と3連戦終わりましたけど、今日の動画はこちらです。2020年開幕3連戦、全試合全チーム総チェック。いやー、やっていきたいですね。12球団、いろいろなチームのファン、個人の選手のファンの方、いろいろいるでしょうけど、泣いたり笑ったり怒ったりね、いろんな場面あったでしょうし、あれジャイアンツのファンの皆さん、開幕3連勝、すごい嬉しそうですね。もうなんか楽しそうな顔が見えてますよ。あれ、タイガースファンの皆さん、開幕3連敗残念ですね。まあそれをちょっと紐解きながら喋っていきましょう。ということで、じゃあまずパ・リーグからいきましょうか。開幕3連戦、まずじゃあソフトバンク対ロッテから見ていきましょうか。開幕戦はね、栗原の、最後、サヨナラヒットで勝ったっていうね、いい開幕戦を送りましたけれども、まあその後2連敗で、開幕戦ソフトバンクとしたら1勝2敗、マリーンズとしては2勝1敗と、開幕戦にね、嫌な形でマリーンズは負けましたけども、昨年の、ダブルスコアで対ホークス戦勝ち越したその勢い、今年も続くんだぞっていうところがね、見えたのは、いい結果だったなと思いますけども、でもそこでですね、FA 取った福田がね、練習試合のジャイアンツ戦で受けたボールの影響で骨折してるっていうのは、非常にロッテにとったら残念なニュースでもありますし、本人としてもね、ホークスから移籍してレギュラーとして1年間やるんだっていうところで、この出足をがうまくいけなかったっていうところでね、焦りもあるでしょうけど、もう怪我したことは仕方ないんで、そこはしっかり、直してもらってね、早く早期復帰、多くの人が望んでるだろうなと思いますけども、この怪我を取ってですね、この怪我の一つで思うことはですね、今年はちょっとギューって詰まったシーズンになるんで、治るまでに、復活するまでに試合がどんどん進んでいくっていうところがね、早期復帰に向けて本人もね、焦らないで、焦らないでスムーズにね、直してもらいたいな。それがチームにとってもいいなっていう思いますけど、あとはですね、新戦力で言うと三馬がね、昨日いいピッチングでね、結構フォークボールがね、低めに落ちて、バレンティもそうだし、甲斐もね、チャンスで三振というところで、多くの選手が縦の変化がね、すごい有効的に使えたのかなと。昨年もね、対ホークスに対しては三馬本人としたらいい成績を残してたんで、今年も対ホークスに三馬がいいピッチングできれば、マリーンズとしたらね、やっぱりその日本一チームホークスを落とさないといけないんで、そういった意味でもマリーンズとしてはいいところ見えたな。しかもあ、じゃあ井上が、満塁ホームラン、井上はプロ初開幕スタメン、福岡はね、ドームから始まって苦い経験を持って、でこの今年のホークス戦で起死回生の満塁ホームランで、昨日もね、一気に畳みかけるっていうホームラン、打った瞬間でしたね。でもそれにしてもですね、津森選手、ホークス、あれはちょっとかわいそうですね。日本がね、中村に危険球退場になって、でそれで急遽登板ですけど、ルーキーの初登板がバタバタバタってなって行ってこいで、きついですね、正直。でも能力的にはすごい高い選手だと思うんで、あれはね、プロの洗礼を受けたっていうかね、難しい中での結果だったんで、あれが津森選手のね、能力値がじゃないと思うんで、ここからね、明日以降切り替えて、いい仕事をしてもらいたいなと思いますし、だから多分本人もね、何が何やわからんうちにホームラン打たれて井上が回ってたと思うんですよ。言い方変えたらね、よく初登板やから緊張するもしないもよくわからんまま行った結果良かったなっていうパターンもありますけど、昨日の段階はね、準備もなかなかできないままバタバタしていきなり行ったっていうところでね、それでもね、結果出さなきゃいけないのがプロですけど、なかなか難しい状況だったなとは思います。これでね、ロッテ2勝1敗、いい滑り出しで、行きましたし、ホークスは、この明日からの火曜日6連戦、どういうふうに戦っていくのか、千賀もね、2軍で投げたっていう情報もありますし、早くどこまで復帰できるのかっていうところはね、あると思いますけど、でも他にね、長谷川選手もそうですけど、柳田選手のホームラン、元気なね、姿を見せている選手たちもいますし、あとショートの今宮選手がね、若干体調不良っていうところで、そこね、過密日程になっていきますけど、コンディションどうなのかなっていうところは心配になりますけど、出だしとしてはね、マリーンズとしては良かったですし、ホークスとしてはね、ちょっと悪い面が出ちゃったかなと。でもチャンスもね、作ってたんで、今後どうなのかなっていうところをね、今週からの6連戦期待したいですね。さあ続いて、西武対日本ハム、メットライフドーム。開幕戦はですね、日刊スポーツの
評論に佐々木が書いた通りです。あの今日もですね、日刊日刊日刊と、あの日刊、まあ、日刊スポーツの評論家なんでね、あの日刊スポーツを読みながらデータ収集していくっていうところで、やっぱり西武一番気になるところはやっぱり昨日のね、与座投手じゃないですか。西武ファンの皆さんがね、気になるところ、まあ、与座はですね、あの牧田によく似てましたね、そのアンダースローの方もね、まあ、昨日はね、失点しまいましたけど、まあ、牧田もいたっていうところもありますし、そこのチームのノウハウもあるでしょうし、ピッチング内容を見てても、まあ、今後に向けてすごい期待できるんじゃないのかなっていうね、まあ、出だしはちょっとね、つまずきましたけど、シーズン通していい働きができるんじゃないのかなと思いますし、やっぱ中継ぎのね、平井ギャレットもいい、なんか球の力あってね、いいピッチングしたなっていうところもありますし、打線がね、ちょっとあのうまく回らなかったなっていうところはありましたけども、全体的に、まあ、3連敗することなくね、開幕勝ってっていうところで、西武はね、まあ、今後、まあ、打つチームなんで、まあ、ピッチャーどうのこうのより、どこまで打てるかっていう、あとスパンジェンバーグ、ちょっと穴が大丈夫かなっていう、変化球、大丈夫かっていう、なんかストレート系はね、あの練習試合も含めて強さ見ましたけど、この開幕3連戦、僕の見方で言うと、ちょっと変化球の対応があれれ危ないなっていうね、ところがあるんじゃないのかなっていうところで、まあ、今後どうなってくるのかなっていうところはね、まあ、あの注目ですけども、あのだから明日からの6連戦はこのスパンジェンバーグの変化球対応っていうところをね、あの見ていく必要があるかなと。これもしあんまり変化球に対応悪くなるとデータ一気に回るんで、他のチームがスパンジェンバーグにストレートは見せ玉で変化球勝負っていうところになってくるんでね、この変化球をまあどこまで対応していくかっていうところは、まあ注視していく必要性があるんじゃないのかなと。だからそう考えて、そこスパンジェンバーグがね、機能しないと金子が一番っていうところも考えられるとは思いますけども、まあね、やっぱり打たなきゃね、西武は打ってなんぼすから。昨日だとどうなの、9安打打ってんじゃん。でもあれか、おかわり君と栗山が3本ずつだから 1,2,3 番が機能してなかったですね。だから1スパンジェンバーグが今7分1厘、源田が8分3厘で、森が2割と、ちょっと 1,2,3 番が機能しなかった。で逆に言うとね、日本ハムはこの昨日 1,2,3 番が機能してね、西川がまあ1000本安打、打つことにもなりましたし、 1,2,3 番機能して、やっぱりね、中田がね、開幕から元気なんですよ日本ハムは。昨年もね、開幕戦あのオリックス戦でしたかね、敬遠で満塁策つけられて、でそこで一発満塁ホームランでサヨナラ打つっていうね、さすが中田っていうねところを昨年見ましたけど、今年もですね、中田好調ですよね。 1,2,3 番西川、太田、近藤のこの3人も、昨日はね順調にいきましたし、あとまあ若干気になるところが先発、昨日もね、杉浦が4回で交代と、その前も加藤もね、交代っていうところで、ショートスターターっていう感じで、あの戦っていく中で、この過密日程になってくると、この中継ぎ陣をどんどん使っていくことによって、疲労度は大丈夫なのかなと、そこを思ったら、まあ、栗山監督の采配でうまく中継ぎ陣も休ませながら、ローテーションを組んで回していくのかなっていう想像をしますけど、あんまりショートスターターで中継ぎバンバン使っていくと、やっぱ6連戦がずっと続いていくんで、そこの疲労度っていうのはね、気になるところですし、有原投手なんかが、もう完投を必死でやっていかなきゃいけないのかなっていう負担もかかってくるのかなっていうところもあるんで、まあ、そこら辺は、まあ、開幕3連戦は3連戦で見た中で、まあ、あの、明日以降の6連戦、この投手陣の使い方、起用法っていうところが、まあ、どうなってくるのかなっていうところは、まあ、個人的に注目してみたいなっていうところはありますけど、まあ、開幕戦ね、なんかあの嫌な感じで負けましたけど、まあ、そこからしっかりファイターズはね、2連勝して、こう2勝1敗で、まあ、今週に向けていくっていうところでね、まあ、スタートとしてはまあ打線もね、好調、1,2,3 番は好調ですし、あのそういった中でどういう風な投手陣のね、編成を組んでくるのかなっていうところは、まあ、興味ありますよね。さあ続いて楽天オリックス、いやー、山本由伸すごい、いやな、もうナイスピッチングもないです。あれはちょっと打てないですね。ストレート、カット系、カーブ、緩急もつけながら素晴らしいピッチング、まあね、2連敗、ね、チーム的にはね、いい流れじゃなかったですけど、それを力であのねじ伏せて勝ちに結びつけるっていうところはね、あのさすがっていうね、とこでしたし、オリックスもですね、昨日は1番に打った T 岡田がね、3安打で、ロドリゲス、吉田、ジョーンズ、この 1,2,3,4 がどこまで破壊力持って勝負できるかっていうところと、今年はキャッチャーの若月選手が出だしからバッティングが好調で、昨年はね、ちょっとあの打率が1割台とか
佐々木チャンネル、ちょっと若月選手の打率に関してすごい厳しめなあのコメントを言ってきてですね、あの若月ファン、そしてオリックスファンの皆さんがね、佐々木は名みたいなね、ことのコメント欄がね、あるのは知ってましたけども、まあ、あの事実をね、言ってただけで、それを今年は出だし3割7分5厘、今、昨日もツーベース打ってますし、打順も7番ね、しかもこの若月、安達、後藤が下位でしっかり回ってくると上位のだから T 岡田、ロドリゲスね、吉田正尚、AJ ね、向けていい形になるんで、やっぱオリックスの打線の鍵はやっぱ下位打線ですね。下位打線がうまく線になって上位に回していけるかによって、上にいる人たち そのポテンシャルがさらに生きると思うんで、まあ投手力はね、この昨日のピッチング見てたらね、もう素晴らしいの一言ですし、まあ今年はね、抑えにディクソンが抑えに入って、もうちょっと後ろが安定してくると思うんで、そういった意味でもうまく機能して、その1点をね、泥臭く取りに行けるようなゲームができてくれば勝てると思いますし、2戦目かな、中川がね、ファーストゴロをトンネル、もしくは後逸してしまって、それが決勝点になってね、あの負けてしまいましたけど、ああいう接戦をしっかりものにできるようになれば、ポテンシャルはオリックス強い、選手個々の能力は高いんで、一気にね、A クラスっていうのも十分考えられるんで、そういった戦いがね、こう今後見れるかどうかっていうところも注目ですし、楽天はね、強い。昨日はね、山本由伸に3安打に抑えられてましたけど、あれは仕方ない。あれはそう簡単に打てない。でもまあね、その前も開幕戦、鈴木大地がいいところで打ったりとか、まあ則本もね、いいピッチング。でまあ松井裕樹も、まあちょっと球数多かったりしましたけど、投球フォームはですね、キャンプとかオープン戦見てる時より、ちょっと僕自身は良くなってるんじゃないのかなと。腕の振りも強くなりましたし、オープン戦とかの時期はもうちょっと体振りながら全力みたいな感じで見えましたけど、あの第2戦目のピッチングで見てると、あの腕はすごい振れてるんですけど、そんなに体の軸がぶれたりとかするのがなかったんで、投球フォーム的には、すごい良くなってるのかなっていうところで、まあ、今後ね、長いイニングを投げれるスタミナがどうかっていうところですけど、なんか期待感ある先発としてピッチャーに成長していくんじゃないのかなっていうところは、まあ、感じましたね。っていうところがパ・リーグ3試合の中ですけど、まあ、全体的には、まあ、2勝1敗と1勝2敗、まあまあスタートしたらどこのチームもそんなに悪いことはないですね。でまあ、成績でいうと、まあ、やはりロッテがね、やっぱりしっかり 1.63 と防御率で抑えてますし、やっぱ西武はね 4.67 と防御率がちょっとチーム防御率悪いとっていうところですかね。同一カード6連戦、これがずっと続いていくね、火曜日、水曜、明日、明後日注目です。さあ次、セ・リーグ、じゃあ広島 DeNA、まさかの、最終回サヨナラ勝ちの DeNA、 もう敗色濃厚でしたし、あの森下投手素晴らしかったですね。ストレートの力、そしてカーブの緩急、コーナーへしっかり投げていく、新人とは思えないぐらいの腕も振ったナイスピッチングっていうところで、これは勝ったなと思ったんですけど、最終回ね、スコット全体的に真ん中集まりすぎてましたね。あの外への高めのカットボール系をね、ライトフェン直とか、最後宮崎選手打ったのもツーシームだと思うんですけど、真ん中気味に寄っていって、やっぱり力対力は、あの外ロベスとか佐野、宮崎、ちょっとね、並大抵の力勝負だけだったらやっぱり跳ね返されちゃうんで、もうちょっとコーナーにね、投げるピッチング見たかったなっていうところはありますけど、まあ、開幕3連勝を逃したっていうところはね、カンプにとったら大きいでしょうけど、やっぱりあのピレラ、1番ピレラがこれ成績残しそうですよね。なんかバットコントロールいいし、このコンタクトがいいんで、大きく崩れなさそうな気がしますね。そのなんかすごいここが穴だなっていうのが今のところそんなにないんで、コンパクトにあの打球に当てていくバットコントロールっていうのはあると思うんで、ちょっと面白い存在になってくるのかなっていうところはあります。あとまあ田中康介選手もね、昨年怪我からのも影響もあって、今年っていうところでね、今のところ元気な姿でね、やってるんで、やっぱりカープは田中選手のやっぱ活躍なくしてリーグ優勝はないと思うんで、そういった面でもまあいいスタートはね、切れてるんじゃないのかなと思います。まあ DeNA の劇的だね。まあでもやっぱり外ロペスで、まあオースティンがねちょっと出遅れてますけど、まあここでオースティンがねガッツリ入ってくると、本当にあの最強のね打線が組めるんで、そういった面でもまあ3連敗しなくてよかったですね。 DeNA は最後にしっかり勝ち切ったっていうところで、今日またねいい雰囲気で明日からのね6連戦つなげるなっていうところもありますし、まあカープもね最後サヨナラ負けしましたけど、試合自体はいい試合としてあの行われてるんで、正直そんなよほど不安要素ないですね。そのままバッとそのままの勢いでね、いいスタート切れたんじゃないのかなと思います。さあ続いてですね、ヤクルト対中日、梅津、中日優勝予想の佐々木キャンプの時から言ってましたよ。梅津ナイスピッチング、いやーよかった、すごかったね、力あるね、やっぱりね
まあ、まだ1勝で何喜んでんだってね思うかもわかんないですけど、やっぱりまあキャンプとかねオープン戦見てあいいピッチャーだなと思いながらも公式戦入ったらねどうなんやっていうところがあった中、やっぱ本当に素晴らしいピッチングで、まあ、1勝をね掴み取ったっていうところで、いや素晴らしい、まあ被安打3、三振5個、108球7回、球数も少ないですし、でその後マルチネス、岡田も、ね、皆さん中日優勝予想を佐々木してるけど、中継ぎ不安なんちゃうかっていう声ありますけど、岡田、岩瀬さんと内方結構似てる。しかも、いい球投げてます。これ積み重ねてね、頑張ってほしい。ね、別に僕は、これいつも言うんですけど、中日そんなに押しても別にドラゴンズに何か忖度してるわけでもないですし、名古屋地方のテレビ番組に是が非でも出てに行くっていうようなそんな気持ちで言ってるわけじゃないんですよ。ただ単に今年は中日あるんじゃないのかなっていうところで言ってるだけですけど、まあ、あとヤクルトもですね、昨日山田ね7回3失点、まあ、十分すぎるぐらいいいピッチングしましたし、打線においてはチーム打率を2割7分9厘と、まあ、坂口が元気、去年はね怪我でちょっとポジションも、まあ、村上が来たりしながら怪我の不調もあってちょっと出番が減りましたけど、今年は1番坂口山田哲人が元気で、しかも村上が今年も打つっていう、やっぱこの打線えげつないし、何て言っても佐々木の後輩塩見が打率は低いですけどホームラン打ってる、ね、ポテンシャルだけは本当に山田哲人に負けじとも劣らないぐらいのポテンシャルあると思うんで、結果に結びつけてねこのヤクルトを一緒になってこうついていけるように押し上げていってもらいたいなというところもあります。中日がなんか8年ぶりかなんかに開幕カード勝ち越したっていう多分情報がありましたけど、まあ、中日としては良かったし、まあ、ヤクルトもねそのやっぱり打線っていうところのいいところはいっぱいあったんで、やっぱりピッチャーがねしっかり頑張っていって、課題のピッチャーが頑張っていると、まあ、ヤクルトのねその打線がで勢いに乗っていくなっていうところもあるんで、まあ、ここの神宮のね開幕戦の大雨の中の試合は本当に多分あれ開幕戦じゃなかったら中止になってんじゃないのかなっていうぐらいの中でね素晴らしいプレー見せていただきましたけど、今後の展開にもね注目したいなと思います。そして最後ジャイアンツ阪神、ジャイアンツは完璧な3連勝。いや岡本選手の逆転ツーラン素晴らしかったですね。もうなんかどっしり感があって、その見逃し方もはいボールみたいな感じで、このバタバタしてないですよね。なんかもうはいいらっしゃいみたいな感覚見えて、そのまあヒットアウトはあるかもわかんないですけど、どのボールでもアジャストできそうなタイミングの待ち方で待ってるなっていうのもありますし、あとなんて言っても新戦力のパーラ、なんかインパクトするまで無駄な動きないですし、そこからトップからそのインパクトに向けてスパッといくっていうのは、いやこれどう打っちゃうのか、これパーラー打ったら打線いげつなくなるなっていう予感もしましたし、あと中島で陽、この2人のベテランも昨日ね気を吐いてしっかりバッティングできましたし、あとピッチャーのサンチェスはねまだ信用できないんですよね僕的には。いや球はストレートは平均150キロ以上なんでめちゃくちゃ速いです。であとカーブ、カットボール、チェンジアップ、ツーシーム系って投げていくんですけど、荒れ球すぎて相手が絞りきれないっていうところもありますけど、ボール先行も結構多いんでまだ信用しきれないっていうところもあるんで、そこは次回の登板のサンチェス、チームが変わってどうなってくるのかね、対戦相手が、それはちょっと楽しみだなと。これもしサンチェスがねこうやっていくようだったらもうジャイアンツ本当強いです。パーラー打ってサンチェス活躍したら本当にこれもしうまくいったら本当に外国人スカウトの皆さんもね、最高ですよね。それとやっぱ高木恭介もね昨日いいリリーフ見せましたし、沢村もいいピッチング見せてますし、ジャイアンツの3連勝もだからやることなすことうまくいくですよね。その湯浅をね原監督がスタメンで出して、まあ、あれだけ練習試合打ったんでやっぱりね使ってやらないとかわいそうだし、調子いい時に使ってやりたい。でそこをなかなか普通の監督だと若い選手をパシッとね吉川で今年行こうってなってるところを湯浅パシッと使えないと思うんです。多くの人が多分9割ぐらいの人が使えない。それを原監督は湯浅行ってこいっていうように使えるっていうところがやっぱりそのなんか懐、見通しの広さ、奥深さっていうのをすごい感じるなっていうのもあって、でしかもそこでねチャンスをやって、でタイミングも合ってない2打席連続三振、お兄ちゃん北村やっつって、それをスパッとまたね変えて北村行って、その北村がレフトにタイムリーを打つっていう、この采配も完璧、それに鍛える選手たちも鍛えていくっていう、この相乗効果がすっごいいい方向に結びつくなっていうところもあって、これが多分若手とベテランの融合を
こう新陳代謝しながら、それ促進しながらチーム力を上げていくっていう、この原監督の采配なのかなっていうところはすごい勉強になったなっていう一戦でしたね。でしかもね、やることなすこと成功して、ピッチャーサンチェス交代、高木けーって言ったら、もうボアをしっかり抑えるっていうね、本当にこの3連戦面白いように策がはまったなっていう試合でした。逆に言うとタイガースはね、面白いように策がはまらなかったっていう、まあちょっとタイガースファンの皆さん怒られますけど、佐々木は阪神が嫌いなんやろって、そんなことは全くないんですよ。思ったこと言ってるだけですよ、こう起きたことね。やっぱりタイガースはやっぱボアっすね。やっぱボアが、まあ、昨日高木にもそうですけど、あと全体的に変化球タイミングで待ちすぎなんちゃうかと。ストレートを引っ張りきれてないんで、もうインコースどんどん攻められますよね。で、小林がキャッチャーの時もそうだし、でそこから大城に代わってもインコース攻められるってことは、もうスコアラーからしてボーアのインコースはいけるよと思われてるんですよね。だから一発インコースをファールでもいいからライトに強い打球を打っていかないと、どんどん攻められて落とされてっていう、その後手後手の待ち方になってるんで、全体的に変化球意識のもと、高木のアウトコースストレートも全く反応できないっていうところになってると思うんで、今どっちつかずの迷ってる状況の中打席に立ってると思うんで、一発もう1、2の3でもいいから、もうまっすぐ思いっきり引っ張って打っていくっていうのをすると、相手もちょっとね、対戦カードも変わって脅威になるのかなと思うんで、早めのインコースストレートを対応したいなっていうところもありますよね。あとボーア・マルテを併用すると大山が使われないっていう、まあ、昨年までなんか阪神の4番大山やってて、こう育ててきたところで、今年ボーアを取ってマルテがサードになったことによって、その大山を使えない、もしくは大山をレフト、ね、福留と糸井の休養のところで大山レフトっていうのはあるかも分かんないですけど、そういったところが、まあ、なんか若干もったいないなっていうところもあって、大山どうするんだろうなっていうところは、まあ明日からボーアの出場、まあでも出場って言っても、ここで見切りつけるのも、それは何億円も出して取ってきてる中で、ちょっとね、考えづらいっていうところと、あとはやっぱりビジターが多くなるんで、その特打とか、その特別なバッティング練習っていうのができないところが、ボーアの調子を上げにくいのかなと。これが本拠地とかだと、試合前ね、10人ちょっと特打しようかとか、試合終わってから室内で打とうかっていうような調整ができるんですけど、こうビジターね、あと多分今週ずっとビジターだと阪神は思うんですけど、そこで調整のその復調の練習ができないっていうところも、このボーアにとったらちょっとマイナスなのかなっていう感じはありますね。まあこんなとこですかね。ギューッとまとめて3連戦6試合喋ったんで、話こぼれてるとことか、話しきれてないとことかあるんですけど、これ全部話すと1時間になっちゃうんで、見てる皆さんもね、きついでしょ。喋ってる僕もきついんでね、今日はこういうところで終わりたいと思いますけど、まあ開幕戦6カード、全18試合、まあ総チェック、まあキューッとまとめてね、させてもらいましたけど、まあでも無事にね、開幕できたのがね、すごいいいことだし、これからも続いてきたんで、明日からね、パ・リーグ6連戦続きますし、まあセ・リーグもね、カード変わって流れが変わるパターンもあるんで、そういったところでは、まあプロ野球始まってね、まあ喜怒哀楽持ってね、皆さんも楽しんでもらえてるんじゃないのかなと思いますし、この佐々木チャンネルもですね、こういう展開、こういう話をですね、こうシーズン中どんどん出していきたいと思うんで、皆さんね、チェックしていてください。ということで、また明日からの6連戦楽しみにしましょう。それじゃあまた。